いやーち。ねえ。うん、帰ろうぜもう。でもそれだとほら、番組になりませんので。帰るとこ移してりゃいいじゃん。ダメでしょ。さあ、今日はですね、ハウトゥー。こちらでございます。はい。ハウトゥー、草刈りアートー。じゃあ。何でしょう。さあ、これはですね、ハウトゥーというより、はい、我々でここの草を刈って、その切り跡で絵を描いてしまおうという、めんどくさい企画です。はい。はい。でもね、この炎天下の作業を手早く終わらせる秘密兵器があるということで、はい、こちらじゃーん、草刈りメーカーのニッカリさんよりお借りいたしました。ということでニッカリさんからですね、斉藤さんがお越しいただいてます。よろしくお願いします。安全で手軽な草刈り機の名門ニッカリから協力助っ人斉藤さん登場。お借りしたんですよ。かっこいいですね。お借りさんからまず、うん、草刈り機だから別に見た目関係ないのかもしれないです。これちょっと触っていいですか。はい、どうぞ。これはどこにどうやってんのかな。ね、はい、それを頭からですね、頭からやって、はい、頭からやって、はいはい、ここから手を出していただいて、手を出して、はい、おお、両方ハンドルを握る。かっこよくない？すごい、すごい様になってるよ。これでも2つありますけど、はい、どう違うんですか。エンジンの排気量といってですね、はい、力が違うんですね。なるほど、はい、で今持っていただいてるのが軽い方です、うん、あ、これ私用です。これで何 cc なんですか。それで 20cc で、ね、結構大きいですね。うん、だって原付が 50cc だからね。あ、そっか。もうこれ2つ足したら走れちゃうんだから。あ、なるほど。これだから女性とかも使いこなせるような。そうですね、女性とかお年寄り、はい、年配の方がですね、はい、軽く持てるというタイプですね。はい、こうしてどう？あ、いけるいける、ね、これはここ何のためなんですか。はい、これは一応振動が直接体に来ないように、ここで腰当てという形になります。じゃあこれちょっと使い方を教えてください。はい、はい、さあその使い方、よく見ると先端の形が違う2台、やぐっちゃんの方は紐が2本。新製品、新商品も持ってきてくれていると。お、新商品、草刈り機の新製品なんてめったに見れないです。すげえ、何これ。こちらが新製品、モップ草刈り機 MP261。 ハンドルが折りたためて操作も楽々簡単。それでは早速試し刈り。さあ、それではこれで右手の上にアクセルというものがついてるんですが、はい、こちらの草からちょっと上に上げていただいて、このアクセルをゆっくり下に下げていってください。おお、こんなに怖い。アクセルを戻せば内臓を入れて、また歯が止まってエンジンだけ回ってる状態になります。はい、はい、すごいね、はい、気持ちいいねこれ。これ楽しいわ、ほら道できた、ここに、ここ、ほらね、えすげえ楽しいね。一瞬で枯れるんですね。さあ、それではですね、今からアート草刈り、はい、草刈りアート、草刈りアートということなので、ちょっと挑戦する絵の発表お願いします。はい、わ、こちらでございます。うわ、マスコットキャラクター、やめようよ、ハウモンくん、やめよう、ヘノヘノ名人しよう。無理だってこれは。できるよ、これだけいい機会あるから。え、これをどうするの。この線の部分をこうするってこと。この絵をあそこの辺のキャンパスに。えぇ、
どうですかね、ちなみにできそうですか、プロの目から見て。そうですね、あの努力次第かと。ほらプロがそうやって言ってくれてんだから大丈夫だよ。無理だって、機械がいいから。なんせじゃあちょっといろいろ考えてやりましょう。はい、はい、番組キャラクターハウモンくんを緑のキャンバスに描き出すことができるのか。さあ、でっかいキャンパスありますけど。はい、どうします。まあ、とにかく輪郭から入った方がいいと思うんですよね。うん、って考えると、まあ新製品のこれで、はい、まずこう輪郭をなぞって作業しませんか。はいはい、しましょう。じゃああっちの方が耳ですかね。ヤグッチャ、こっからさ、指示してよ。うん、オッケー。俺これ動かしてくから。いいの。うん、じゃあ耳いくよ。はい、どこね。ね、もうちょっと右多分。そう、ここじゃスタートするよ。ね、ここ、こういった方がいいです。もうちょっと内側かな。もうちょっと内側、そこ、耳の外側ね。で、ここ OKOK。もうちょっとなんとなく耳の輪郭ができてきた様子。なんか丸くないね。この辺からは顔の輪郭へ。すると、はるちゃん曲がって隠れてる。私やりたい。オッケーオッケー。じゃあさ、こっから入るね。この顔、ここら辺やっといてよ。俺耳のこの両脇のこれやっとくわ。オッケー。耳はここだから。まずはヤグッチャン、ハウモンくんの額から攻略。最新鋭芝刈り機 MP261 を見事に操作。ありがとう。熱い。熱い。はい、いいんじゃない、かなり。いややべえ。もうちょい目でかいかな。いや、すっげえ暑いっすね、マジで。暑いは暑いんですけど、はい、すっかり暑さも忘れてって感じでしたね、僕は。いや、私も超没頭しちゃいましたね。こんなに楽しいんだねえ。いや、草刈りアートすごいっすね。草刈りでこんな楽しいんだ。うん、綺麗にやっぱさ、それなりにこう刈ってくれるからね。うん、さすが。これいいわ。あー、ハッチ、これ合ってる。え、合ってる、この草刈り機。お、いや、これちょっと上から見てみませんか。本当はね、うん、要はハウモンくんの茶色い部分はもう抜く予定じゃなかったんだけど、はい、線だけでいいかと思ったけど、うん、もうやっぱノリに乗って、うん、いっちゃうかって感じでしたね。楽しかったですね、塗り絵みたいな感じでね。よし、よし、じゃあ行きますか。はい、せーの、にっかり、よいしょ。さあ、上から見てみましょう。はい、はい、せーので、ドン。Thank you.
かできてるな。でもさ、やっぱしゃくれてたでしょ。私ね、あそこがしゃくれてんなって思いながらやってたんだよね。なんかさ、こんな感じだね、こうしゃくれてるっていうか、あ、両方確かに。でも、わかるわかるわかる。俺さ、すごい目をさ、あの猿の忠実にさ、真ん中の白い部分、うん、やってた。残したの、うん、あ、残さない方がよかったね。切っちゃった方がよかったな。いや、でも分かりますけどね。なんか鼻みたいのありますね。あるね。あれはうちらじゃないよ、元々あったやつ。でもすごい、思ったよりできた。できてる。これだって初めてでさ、すごいよくできてる。手探りの割にはよくやったよね。気温35度を超える中、およそ1時間2人だけで作った手探り草刈りアート。その作業工程を30秒にギュギュッと凝縮。2人の汗の結晶をご覧ください。あの耳のハテナよくできてますね。こういうの見るとさ、ナスカの地上絵とか別に大したことねえんじゃないかって思う。あれはなんか人間にはできないとかって。あれは大したことあるんですよ。だってさ、これ一発で簡単にできたじゃん、まあね、これに近いの。でもほら、まっすぐ引いてたりとかするんじゃないですか、ナスカの地上絵。でもこれちょっと楽しいから、また伸びてきたらやりますよ、秋とか、ね、次はダヴィンチに挑戦だな。いや無理でしょ、あれぐらいね、やっぱりね。これでも偶然にもね、はい、あのハウモン君と、うん、すげえ被ってる絵がこの上にあるんですよ。いや全然違うじゃん。なんか被ってるじゃん。確かに、悟空だから猿だからね。いやいやいや、これはまた日会の斎藤さんに来てもらって、はい、秋口ぐらいにやりましょう。やりましょう。はい、これ残しといてくれるかな。え、これまあ残しといてくれるでしょ。だってこの学校の人勝手に消えるだろうし、雑草で。これ写真撮っとこう。いやーすごい、よくできた。さあ、ということで、え、何これでさ、うん、季節が変わるごとに撮ってってさ、あのアニメーションみたいなやつやったら、すげえすげえかっこよくない。でもさ、こいつら何年かけてこんなの撮ったんだよみたいなさ、あのアースとかのスタッフと一緒の感じ。そう、何年もかけて撮るやつ。だからあれが次ちょっと、今度ちょっと候補がクッて上がってさ、いや来年あたり笑顔になる。そんな変わるかな、これ。まあ一応ちゃんと映像としては残ってますので、はい、ちょっと踏まえてね、楽しみにしてます。おい、はい、ということで以上草刈りアートでした。